アルベルト・クラウでは、ベルギーの細胞生物学者。細胞の構造と機能に関する発見により、クリスチャン・ド・デューブ、ジョージ・エミール・パラーデと共に1974年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。リュクサンブール州ロングリーアに生まれ、リエージュ大学で医学を学んだ。1928年から29年の冬にかけて、彼は、ベルリンに移り、はじめは、ガ研究所。 次にダーレムのカイザー・ウィルヘルム生物学研究所で研究を行った。1929年の夏からはロックフェラー研究所に在籍した。1930年代から40年代にかけてロックフェラー大学で働いているとき、彼は電子顕微鏡で細胞の観察を行い、細胞の構造や機能に関する科学的な理解を深める仕事をした。 彼はまた密度によって細胞小器官を分割する分割延伸法の原理を考案した。1930年、クラウでは画期的な細胞分割法を考案した。細胞膜が壊れて内容物が溶出するように細胞をすりつぶし、露化して細胞膜を取り除き、質量によって分割されるように延伸分離に強するというものである。彼は、 遠心で得られた液を特定の質量ごとの核分に分け、特定の核分が特定の細胞小器官を含んでいることを発見した。1949年から1970年まで、ブリュッセル自由大学のジュールズボーディ研究所の所長を務めた。ありがとうございます。